島田茂太郎、島田茂太郎、島田茂太郎、1883年、明治16年9月24日から1976年、昭和51年6月7日は、日本の海軍軍人、政治家、海兵32期。最終階級は、海軍大将、第47代海軍大臣、第17代軍令部総長、永久戦犯として、終身刑。 1883年、明治16年9月24日、東京府に旧幕臣で新館の島台の地州の長男として生まれる。実家が新館の家系であることから軽新家であり、毎朝の神社参拝を日課とし、日々の職務を規則正しくこなす。他の軍人に見られるような我の強さがない。酒も飲まない。政財界との付き合いも一切ない。 といった質素で非常に気真面目な人柄だったとも言われる。東京中学を経て、1904年、明治37年海軍兵学校32教191人中27番の成績で卒業。同期に山本56、吉田前後、塩沢光一、堀定吉らがいる。日露戦争に出征し、日本海海戦では、防護巡洋艦、泉に乗り組んで、 偵察活動に従事する。1910年、明治43年、海軍大学校を地主に進み、1915年、大正4年に、海大公主13期を卒業し調査に昇進。1916年、大正5年より3年間イタリア駐在部官を務める。1923年、大正12年より、海軍大学校教官を務め、 1926年、大正15年には、第7潜水戦隊司令に就任。1927年、昭和2年に起こった三穂の赤事件では、軍法会議で、被告となった、同期生、水木刑事の特別弁護人となり、井上次松と共に、責任は耳に、障害のある水木を艦長に捕食した、海軍当局にある論人を張った。1928年、 昭和3年には、軽巡洋艦、玉、戦艦、比叡の艦長を相次いで務めた。1929年、昭和3年に少々に進級後は、第二艦隊、ついで連合艦隊の参謀長を務め、1931年、昭和6年に、海軍潜水学校校長に就任した。1932年、昭和7年1月に、上海事変が勃発すると、 2月2日に第3艦隊参謀長に着任し、上海に出動。帰国後の6月28日に着任した海軍軍令部第3班長を皮切りに、軍令部畑を歩み、同大一班長、軍令部令改正に伴い1933年、昭和8年10月1日に第1部長に、改唱を経て1935年、昭和10年に軍令部次長に就任した。 その後は、軍令部を一旦離れ、第二艦隊、クレチンジュフ、市内方面艦隊、横須賀チンジュフの司令長官を歴任した。1941年、昭和16年10月18日、東条内閣の海軍大臣を拝命。打診された際は、辞退したが、軍令部総長、伏見宮弘康王の勧めで受諾した。就任時は、不戦派だったが、 不見の宮から速やかに開戦せざれば、戦機を一すと言葉があり、台米不信、物資への関心からも開戦回避は不可能と判断し、10月30日に海軍省の幹部たちを呼んで、この際、戦争の決意をなす。海将一人が戦争に反対したために戦機を、死し,しては申し訳ないと述べ、鉄30万トンで台米海戦に同意した。また、 海上に就任した島だが、これまでの不戦論を撤回し、陸軍に対して協調的態度を取ったことにより、ついに日米海戦は、不可避となった。対米海戦直前、海兵同期の山本五十六は、島藩はおめでたいんだからと外藩したという。十一月三十日、軍令部員の高松の宮信人新郎が、戦争新調論を上奏した。この時、 召喚された際には、昭和天皇の問いに、物も人も共に、十分の準備を整えて、対面効果をお待ちしておりますと述べた。これに対し天皇が、ドイツが、欧州で戦争をやめた時はどうするかねと尋ねると、ドイツは、真から頼りになる国とは思っておりません。たとえ、ドイツが手を引きましても、差し支えないつもりですと述べたとされる。真珠湾攻撃について、 議会で報告をした、際の政治家をはじめとする国民の熱狂ぶりを見て、これからが大変なんだと周囲に漏らしたという。1942年、昭和17年11月、第3次ソロモン沖海戦において、戦艦、比叡と運命を共にしなかった、艦長、西田正夫に対し、サモ会も開催せずに、予備役編入、即日召集という懲罰人事を行った。 山本五十六は、この措置に、艦長はそこで死ねというような作戦指揮は指揮を喪失させると抗議したが、山本と船下でもあった島田はそれを無視した。1942年12月15日生3位。島田は、第二号艦、戦艦、武蔵建造を中止すべきと、毎々意見していたが、待たれた死という意見によって抑えられていた。海軍内で、島田は、 陸軍に追従する、東条秀樹の腰巾着のごとき振る舞いを揶揄され、東条首相の島田副官のあだ名がついた。東条の男目かけとまで酷評する声もあった。海軍部内における、他のあだ名として、島藩、ズベなどと呼ばれていた。南方方面及び中部太平洋方面のアメリカの、反抗に伴い海軍部内では海軍のみが戦闘を、しているという考えが強なり、 連合艦隊長官、小上根一は、島田と軍令部総長、長野治に対し陸兵力の同方面進出を、たびたび要求するが、困難であり、二人への不満は高まっていった。海軍省でも軍務局二課を中心に、島田は登場に従属しすぎるという声があった。1944年、昭和19年2月、昭和19年度航空機生産に対する、 アルミニウムの配分で海軍の要求が通らず、大型機の多い海軍は、陸軍より航空機を生産できなかったため、島田と長野に対する不満は、さらに高まった。2月19日、島田は、責任上辞任を考慮し、公認の解消を、豊田添江軍令部総長を、加藤隆義にする意向を東条に伝えるが、東条の参謀総長兼任の決意を知り、島田も、 決意と趣旨に賛同して、自らは長野治美を更迭し、自分が軍令部総長も兼任する決心をした。2月21日、軍令部総長を兼任。島田の兼任は、選挙区が不利なこともあり、部内の風当たりは強く、東条に従属しすぎるという批判を著しく、刺激する結果になった。岡田圭介は東条内閣の当格のため、 島田の鋼鉄を考慮するようになる。島田は着任すると陸海の東水部一体化、航空兵力統合などの XYZ 問題の研究を即時打ち切って研究も禁止した。情報部の下根松譲るがアメリカは戦時生産から平時生産にシフトし始めているという情報を配布したところ、島田に敵のことを救う書いている。 まるで役に立たんと配布禁止を食らった。6月のマリアナ沖海戦の敗北でサイパン放棄を決定し、6月25日その後の方針を決めるための減水会議に出席。会議後、島田は手はずを定め今後の対策を迅速に行うこと、陸軍航空機を海上へ迅速に引き出すこと、特攻兵器を含む奇襲兵器促進係を設けて、 実行委員長を定めることを勝負に指示した。これによって7月1日、大森千太郎が海軍特攻部長に発令された。島田をはじめとする海軍首脳は陸軍の主張する本土決戦で優秀な若者たちを失うのを恐れ、戦後の日本復興のことを見据え、海軍兵学校の生徒をはじめとする優秀な日本の若者を温存するための桶を取っていた。 サイパンで、半登場に合わせて、半島田の動きが起こり、7月17日に解消を辞任。8月に軍令部総長も辞任。8月2日に軍事参議官となる。1945年、昭和20年1月20日、予備役編入。終戦後、永久戦犯に指名され、憲兵が身柄拘束のために、高縄の自宅に訪れた際には、 英語で、騒ぐな、自分は自殺しないと言って連行されていった。新聞記者から感想を求められると、腹を切ってお詫び申し上げようと思ったが、ポツダム宣言を忠実に履行せよとの精子に沿うため、この日が来るのを心静かに待っていたと語った。極東国際軍事裁判では、太平洋戦争の対米海戦通告問題につき、海軍は無通告を主張したことはないと、 元外務大臣、東郷持長と対立。我々は東郷が、我々の注意によって、まさか、ああいうバカバカしいことを言おうとは思っておりません。誠に言いにくいのでありますが、彼は外交的手段を使った、すなわち、イカの墨を出して逃げる方法を使った、すなわち、言葉を変えれば、非常に困って、いよいよ自分の抜け道を探すために、とんでもない、 普通使えないような脅迫という言葉を使って逃げたと批判した。海軍における戦争遂行の最高責任者として死刑は免れないという予想が大多数を占め、実際に判事の投票では11人中5人が死刑賛成だったが、自己言語により死刑は免れ、1948年昭和23年11月12日、終身禁錮刑判決を受けた。 終身禁固刑の判決を受け、服役する。11人中5人が死刑賛成、といったわずか1票差で死刑を免れたのは他に、荒木貞夫、大島博士、木戸美幸だけだった。東京裁判での自己弁護は裁判長、ウィリアム・ウェブが褒めるほど見事なものであった。そのことを、憲兵から聞いた島田は日記に嬉しかったと記している。終身刑の判決を受けた後、 生きていられると言って笑っていたと、武藤明が日記に書いている。1955年、昭和30年、仮釈放後謝面される、海上自衛隊の練習艦体操公開に出席して挨拶したことがあり、それを聞いた井上成美は、恥知らずにも程がある。人様の前へ顔が出せる立場だと思っているのかと、激怒したという。昭和天皇独白録では、 島田の功績は私も認めるという天皇の発言があり、島田について知恵があり、見通しがいい人物としつつ、部下に対して強行であったことが、その不評判の原因だったとしている。1976年、昭和51年、死去。妻は、陸軍中将、竹畜熊七の娘、吉義,義弟に、海軍少将、三信部東洋がいる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。